続いては中川さんです。はい、日本のマクドナルドクルーの中でおもてなし日本一になった女性が富山にいます。今日はそのおもてなしの極意に迫ります。いらっしゃいませ、こんにちは。ご来店ありがとうございます。こちらが日本マクドナルドのおもてなし日本一に輝いた菱田夏実さんです。常にお客さんの表情や様子に気を配っています。下で食べた。2階行こうか。2階行く。エレベーターとか乗る？階段です。行ける。じゃあ持っていくのでもう少々お待ちください。ありがとうございます。気をつけてね。お客様一人一人どのような行動をされているか、何が足りないのかな、このお客様は何を求めているのかな、お客様だったらどう思うかなっていうのは常に考えてます。マクドナルドはこうした店舗の顔となる人材をおもてなしリーダーとして全国各店に配置していて、菱田さんは富山インター店のおもてなしリーダーとして3年目。すっかり看板娘のような存在となっています。この時外の気温は3度。店内環境にも気を配ります。寒くなりましたけど室内大丈夫ですか？気温は大丈夫です。ありがとうございます。とりあえず大丈夫だと思うので、またもうちょっとしたら様子見てあげてください。お願いします。そうなんです、ちょっと今日冷えてきたから、ね、注文に悩んでいる客を見つけると、ちょっと辛めも大丈夫ですか？じゃあぜひセットにされますか？スイタチリエビフィレアのセット、サラダですね。ドレッシングごまか玉ねぎで。あ、じゃあごまごまドレッシングで。マクドナルドですよね。そうですそうです。あまり高級です。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。おもてなし部門で全国で1位になった方も。やっぱりすごい。また入りたいです。あの方がいるなら。やっぱりお客様目線で動くことですね。お客様はどんなところを見ているんだろう、お客様はどんな風にしてもらえたら嬉しいんだろうっていうのを考えていると、自然とここも見たらいいなとか、こっちも見てみようかなっていうのは身についたと思います。菱田さんとマクドナルドとの出会いは高校2年生17歳の時。神奈川県の店舗で4年間アルバイトしました。結婚を機に一度は離れましたが、29歳の時、夫の転勤先の福岡県の店舗で復帰。いらっしゃいませ、こんにちは。ご来店ありがとうございます。2年前、富山に引っ越してきましたが、勤め先はやっぱりマクドナルド。勤務歴は合わせて13年にも及びます。でございます。ありがとうございます。この仕事が好き、接客が好き、お客様と会話するのが好き。13年のキャリアでマクドナルドのあらゆる業務をマスターした菱田さん、一緒に働く仲間たちも接客のプロと絶賛します。パーフェクト。もう最強です。もうその接客面に対してそのお客さんの感情とかをもう読み取って、もう率先して動いている感じがします。マニュアルを超えて自身で考えながら、自分自身で考えながら行動するっていうところを主体的にしっかりと行っていただいているので、仕事をするそのスタイル自体が皆さんの見本になるような方だと思っております。しかし、もともと接客は大の苦手だったといいます。その客席に出てお客様とお話をするっていうのも、どういったタイミングで何の話をっていうことばかりで、やっぱり思い切ってではないですけど行くことはなかなかできなかったです。そんな菱田さんを変えたのは、自身が客として子供と一緒にマクドナルドへ訪れた時の経験でした。こういう時こんな声がけだと嬉しい、このサービスは助かるなど、客目線の気づきがあり、それを実践していくうちにお客さんとの会話も増え、今の接客スタイルになりました。お待たせしました。ごめんね、お待たせしました。できました。ありがとうございます。乗り物好き？本当、乗り物のシールあるんだけど、もしよければ一緒にどうかな。どうぞ、いっぱい食べてってね。ありがとうございます。ごゆっくりお過ごしくださいませ。
オールジャパンクルーコンテスト2023。こんにちは。立ったら危ないけど大丈夫かな。気をつけて食べて。去年、自身のおもてなしの実力を試したいとコンテストに挑むことを決意し、おもてなしリーダー部門に出場しました。お持ちしましょうか。大丈夫ですか。お子様を抱いているお客様の、うん、状況をすぐ早くして、お客様のニーズに応えるべく2階にデリバリーをされていました。勤務先のお店、エリア大会など5ヶ月にわたるコンテストを勝ち進み、ゲストエクスペリエンスリーダー部門チャンピオンは、富山インター店菱田夏美さんです。初優勝を果たしました。誇りの一つですね。こうして結果としてつながって実ったことは本当に嬉しくありがたいことだなと思ってます。その誇りはユニフォームにもありました。優勝したことによって得ることができた1枚しかないベストになってます。誇らしいこともありますし、嬉しいですね、これを着れるということが。そんな日本一になった母の姿を見て、長男の春人くんは、お客さんに対してその一人一人に丁寧に接していてすごいなって思います。そのすごい賞を取ってたっていうのもあるので、今まで以上にその仕事に一生懸命取り組んでいるんだと思うんで、それを続けていってほしいなって。ラガミさん、それ終わったらでいいんで、なんか紅茶のシフォンケーキのネームプレートをちょっとだけ、なんかキュッとちょっとだけずれてて、すいません、お願いします。やっぱりお客様目線でこっちからショーケースを見ることでおかしなことはないかな、お客様が食べたくなるような、買って買いたくなるような商品であるかなっていうのを見てチェックしてました。お客様目線、これこそが菱田さんの接客の極意です。菱田さんはこれからも大好きなおもてなしの仕事で訪れた人の笑顔を作っていきます。ありがとうございました。やっぱりね、お客様ファーストというか、マニュアルじゃダメなんだってことなんですよね、一人一人のこう目を見て話をする姿が印象的でしたよね。これ何人受けた中での1位だったんですか、菱田さんは。今回は大会がですね、20万人のマクドナルドのクルーの方が受けた中の、おもてなし部門で1位になったそうなんですよね。これからは菱田さん、後輩の育成に力を入れていきたいと意気込んでいらっしゃいました。はい、我々もね、視聴者目線を大事にしてやっていきたいですね。はい、以上特集でした。